ギボチュール。あっちのマトリシャウシュンでは一応あんなの話したら、もしかしたらあのいくつか出して、ああそれに近いの、ああの探してくるかもしれないんですよ。はいはい、ギボチューブをご覧の皆さん、こんばんは。まさにミラクルでございます。三振を持って歩いてたので三振引きのおじちゃんに絡まれるという、まあ、沖縄では実は、ね、よくある話なんです。これあのね、ちょっと大阪の西成とかだとちょっと怖いんですけど、こういう絡まれ方すると沖縄ではあります。八重山の月が美しいという名称で月ぬ会社、今日はお届けしました。また来週もね、どこ行くか分かりませんが、ギボチューブ引き続きゆたしく